カントリーゴールド同窓会2024開催発表会を開始したいと思います。はい、今紹介いただきました、今回の同窓会2024の実行委員会の、会長をやっておりますアスペクトの高辻でございます。よろしくお願いします。カントリーゴールドは、まあ、皆さんのおかげでずっとやってきたわけなんですけど、終わってからちょうどコロナが始まりましてね、ちょうどまあ終わってなんですけども、やっぱり今年どうしても5年目なのでやろうという決意をしましてですね、同志の皆さんがもうそうだそうだと言ってくれましたので、10月24日に開催するようになりましたよって、これからまあ、その実行委員がおられますけども、それぞれ一言皆さんに協力と呼びかけをしたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。高辻君のおかげで本当に、5年ぶりにですね、カントリーゴールド、まあ、同窓会という形で、今回、発表されましたけども、本当に全国の皆さん方がですね、もう待ちに待った一日になると思っております。すでに私のところにも、もうたくさん全国各地からですね、行きますよ、行きますよという声が届いておりますので、今年は本当にたくさんの方が来ていただけるんじゃないかなと希望を持っております。まあ、僕も、それから、まあね、吉田さんもね、ビビーも、みんな、さん、みんないい年になっておりますのでですね、だけど、本当に、熊本県でですね、たった唯一のこのカントリーゴールドが日本全国でですね、たった一つということで、行われますことは本当に嬉しくて、ありがたく思います。今年はまた頑張っていきます。よろしくお願いいたします。こんにちは。今日はご指名いただきました株式会社吉見と吉田と申します。まあ、この31回の長年にわたってですの、この都県における経済効果ですね、これは本当に大きなものがあったと思いますしですね、また今回も、海外も含めてですね、国内から、ご参集いただけるということでですね、精一杯努力したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。大変今日本当皆さんありがとうございます。なんかね、もうすでに、同窓会スタートしたもうしましたね。もう天草から田中です。よろしくお願いします。私はロバート川島でございます。よろしくお願いします。カントリーの同窓会をやるということで皆さん大変楽しみにしておられまして、問い合わせもいっぱい来ております。僕らも、まあ懐かしい友達と会う、いわゆる約束の日ですかね、それの今度は同窓会でございますので大変楽しみにしております、でまあ、皆さん方にも大変お世話になりますがよろしくお願いしておきます。はい、それでは実行委員会の皆さんの熱い思いを受けながらですね、概要を説明したいと思います。皆さんの手元にチラシございますか。まず日にちから言いますと、カントリーゴールド10月の第3日曜日ということで、今年は10月20日ですね、20日になります。オープンは10時になりますね。スタートが12日ということで、いたしまして、終わりが大体夕方の6時ぐらいになるかと思います。チャーリーカー7バンドを用意しておりまして、今年はですね、有志による、前夜祭と後夜祭ということに、決定しておりまして、前夜祭はグッタムチャーリーでやります。口約束の日というようなことにタイトルになっております。で、当日の後夜祭ドミナントというところで、予定されております。で、まあ、裏に見ますと大体、先ほど申し上げた一
演者たちの、ステージにオンステージする出演者たちのプロフィールが載っております。キッチンカーを約10台ほど用意しようかと思ってます。で、その前には日よけ弁当だとか、まあ雨は降らないとは思いますけども、もし雨降った時のちょっと、利用できるようなテントを張ります。で、センターにコントロールブースがあるんですけど、これを、ハンディキャップエリアとしたいと思います。まあそういう同行の人たちと触れ合う場もこう設けるという意味合いでフリーマーケットのあれをしました。どげんしていくとですかっていうのがやっぱり多いんですね。なんとかバス確保していただきました。その南阿蘇鉄道というのが全オープンしたんですけど、ここでもシャトルバスを用意できました。だいたいこれでその、車で来られない人たちのケアはできるのかな。自然の中でのキャンプをしたい、車泊をしたいということで、これも結果 OK にしております。まあ、岩根の方で、受け付けるということ、いずれにしろいつものことなんですけど、雨天決行であるんですし、これで10月20日で、やってきますけど、少し時間があるのにですね、皆さんの力をお借りして、全国にもっともっとこのグッドニュースというか明るいニュースが届けば嬉しいなと思ってます。ずっと続けてこられたのは、まあ、共産者の皆さんもそうですし、行政もそう、特にまあメディアの皆さんにはですね、お世話になりっぱなしなんですけど、今年もぜひお世話にならしてください。よろしくお願いします。いずれにしろこの日は、感謝とお礼の一日になって、いい同窓会、まあ例えればちょっと毒っぽいんですけど、まあ、チャーリーが先生であればその生徒さんたちが集まってるという構図ですかね。そういうニュアンスというか空気がみちみち全国の人たちも含めて、やっていただければありがたい。で、ここにお集まりの皆さんは、まあ、地元ですから、地元は地元で熊本を表現できれば嬉しいなとは思いますね。そういう一日になればありがたいと思うんですけど、いずれにしろ成功するためには皆さんのまた協力が必要なんです。よろしくお願いします。以上で、大体概要説明は終わらせてもらいますけど、何か、ございましたら質問でも受けますか。